ニュースマグビです。小泉今日子さんと不倫関係にあった豊原浩介さんが昨年3月頃に一般人の妻と離婚していたことが分かりました。2015年3月に交際が報じられた2人、豊原さんはその頃から家族と別居を始めていたようです。3月下旬、自宅から出てきた豊原さんを直撃しました。離婚成立まで時間がかかったことについては、家族がいることですから子供のこともあるしと回答。円満離婚だったのか尋ねると、はい、もちろんですと答えました。ニュースマグビ